うでしょう。ちょうど桜が。チャンネルの、ね、男組で来ました。ちょっとね、桜の時期がついに来たので河津まで足を運んでね、男組のね、常とね、虎で常じゃない男組のね、龍蔵とね、虎だけで河津の桜を見に来ました。じゃあちょっと歩いていきたいと思います。トラチャンネル。どうでしょう。ちょうど桜が満開の頃です。ちょっと葉っぱが混ざってますけどね。どうでしょう。ピンクの桜ですよ。ピンクの桜。綺麗だね。ちょっと葉桜だけど。ボルゾイですよね。そうです。久しぶりに見ました、ボルゾイ。さすが大きい。年近いです。年近い、一緒だね、ほぼね。じゃあ皆さんいかがでしょう。河津のピンク色の桜がないや。すごい綺麗。このね、男組2匹もおとなしくしておる。こうなんだね。はい、もうちょっと歩いてみましょう。今日は黒だからピンクが映えるんじゃないですか。ちょっとここで待ちましょう。はい、待て。はい、待て。はい、おいで。今日は下入ったんですよ。入ってよ。ついにボクサーが例の点中に入る際に。うちの男組とピンク色の河津桜、映えました。ちょっとね、桜を見せたかったので、いうと常はね、ふてくされて、ね、家のドッグランで遊んでおります。そして置いてきました、あの女の子たちは、ね。まあ、いろんなとこね、ちょっと行ってね、いい経験させたいと思うのでね、チャンネル登録してまた待っててくださいね。じゃあねー。龍は何してんの？
ラが一生懸命走る。お疲れ。